現状に不満を持って連絡して、残りの3人、この3人のうち1人は大天才、あとの1人はドロップアウトしてる、そして残る1人はあなたですという話をして、天才ではなくどちらかといえばノルマのため、現状を変えようとしながらこれからも一緒にノルマのためとして進んでいきましょう。